戻ったわ。私の時代にフィンブルベトルに行かなければ。そこに何が？わからない。ただ一つ言えるのは、かつて神が住んだと言われるあの山で世界の目が狙われている。世界の目が？だがここからどうやってその山まで？飛び降りるわよ。何？走って。ここから飛び降りるのよ。正気か？ いつでも正気よ。私たちは。お前たちは魔女を舐めないでね。それより随分素直になったのね。私についてきてくれるなんて。それよりお前、 なぜ私の名前を知っている？え？さっきあのローサって魔女があんたをそう呼んでいたじゃない。とにかくこれでフィンブルベトルまでひとっ飛びよ。そう簡単にはいかないようだぞ。あら、あの子たち、お互いにお友達になったのかしら。だったら私たちも仲良くしないとね。 ひとまず休戦だ。奴らを片付けるまではな。上出来。楽しいダンスパーティーになりそうね。準備はいいか、セレッタ。
目に遭うなら小さな女の子の子守の方がマシだぜ。だが迷わずここまで来られたのはこのお守りのおかげかな。よし着いたぜ。ご所望の神殿だ。もっとも招待状はもらってねえから入れてもらえるかどうかはわからねえがな。おてるぜ犯人前。ようやく思い出してくれたようですね。犯人前とは人聞きの悪い。今や力は全て私の手にあるのですよ。ただ一つ采配の力を除いて。そうでしょう。残りカスさん。ソフィンブルベトルへ。光の右目の所有者ルーメンの賢者と闇の左目の所有者アンブラの魔女のお二人、これで全ての準備が整いましたね。来るなベヨネッタ。バルドル、あなたの仇は目の前ですよ。さあどうぞなんなりとお好きにしてください。どうしたのですバルドル、好きにしろと言ったのですよ。自分の仇への怒りはそんなものなのですか。私たち二人はもともと一つの存在だが、この片割れが人間たちを自我に目覚めさせるなどと言って神の力を二つに分け、その時この身も二つに引き裂いたのです。そして我々はただの抜け殻となったはずでしたが、この片割れは世界のバランスを守るためにある力を自分に残していました。世界の目を自在に操る采配の力。しかし残念ながらこの片割れは一つだけ計算違いをしたようです。それは
人間たちの繁栄と共に膨れ上がった横島なる心の力、采配の力を持たない代わりに、私は人間たちが生んだ邪悪な心によってかつての神の力を取り戻したのです。あとはこの片割れが持つ采配の力のみ。500年前には住んでのところで取り逃がし、君が転生するのを待ちわびましたよ。今ついに全ての力が一つになる時が来ました。この私、混沌の神エーシルの世界を司る力がね。それと片割れ、君の采配の力を我が手に返してもらいましょう。これで世界の目の采配は私の思うがままです。ではまず君の右目からいただきましょう。その肉体はただの器、そんな残りカスにはもう用はありませんよ。さあ次はあなたの番です。こいつのことは心配するな。好きなだけ暴れていいぜ、ベオネッタ。なんですあれは。ただのおせっかい焼きよ。頼んでもないのにいつもしゃしゃり出てくるの。神様にも予想できなかったかしら。アリを気にして歩く者などいませんよ。さあ、アンブラの魔女よ、返していただきましょうか。闇の左目を。やってみなさい、最愛の人の仇、絶対に許さないわよ。すべてを差し出すのだ。消え。Come on!
所詮は人間。いくら世界の目を所有するとはいえ、神の力に勝てるわけがありません。あなたたち人間には過ぎた力です。返していただきますよ。ついに取り戻しましたこのエーシルの世界を滑る力をし世界を作る世の数勢は全てこのエーシルが司るのです。人間よ、あなたたちに自我など必要ありません。あるのはこのエーシルの意志のみ。私が宇宙意志となるのです。人間は自分の意志でこの世界を作る。貴様の意志など必要ない。本当をこの人間らしい言葉です、うん、そうやってどれだけ良い本命を守ってきたのですか。時に乱れ、時に迷い、それでも我々は歩んできた。その人間の力を見せてやろう。ベルタ、さあ行くぞ。オッケー。Oh, my God.
坊主、本当に大丈夫か？言っておくが、俺の力は采配なんてチャチなもんじゃねえ。あの犯人前に思い知らせてやるぜ。切り札は使い切ったんじゃなかったのか？切り札ってのは有利になった時に切るものさ。これは一体混沌の世を滑るこのエーシル様の本当の力は、全てを思いのままに滅ぼす力さ。そう、世界の目さえもな。何ですって？坊主、そんなことをしたらこの世界は。これは賭けだ。世界が消えるか、それとも自ら道を作るか、それはあんたたち人間次第だ。もう生かすね。やり直しです。時間を遡り、新しい歴史の流れを作り直すとしましょう。やろう。肉体を捨てて逃げる気だ。別の時代に転生するぜ。何のつもりです？この私を吸収して正気でいられるとでも？逃がしはしない。この私の中に封印して無限の円環に閉じ込めてやる。おい、そいつは邪悪の象徴だ。あんたまで悪に染まっちまうぞ。構わん。悪ならば正すことができる。それが人間だ。バルダル！セネッサ、聞いてくれ。私の名前を。もしも私が道を踏み外すことがあったら、お前の手でこの私を。バルダル！セネッサ、一度でいい。私を父さんと。お父さん、ありがとう。セレッサ、私の愛する娘よ。お父さん。世界はまだなくなってないようだな、坊や。
俺は信じてるぜ。人間たちが世界を作っていくことを。あんたはどうなるの？一休みするぜ。俺はもう必要ないしな。また会えるかしら。どうだか、またどこかに転生して運が良けりゃ会えるぜ。ボヤ、あんた。ボヤじゃねえ、俺にはエーシル。いや、俺はロキだ。ガキ扱いするんじゃねえ。そう呼んであげるわ。あんたがまた一人前になって現れた時にね。お預けかよ。そうしておくか。約束があった方が再会を楽しみに待てるからな。あばよ、ベヨネット。またね、坊や。私のことセレッサって呼んでもいいのよ。セレッサって柄かよ。と買い込むな。こんな時じゃないと買い物なんか楽しめないでしょ。そう、ちょうどこの通りで一番のお気に入りのドレスを台無しにされちゃったんだわ。やつらはいつも時と場所を選ばんからな。時と場所。セレッサ、どうした？いいえ、何でもないわ。気のせいよ。はあ、新年早々。俺だってな、暇じゃねえんだぞ。俺の店が潰れたらお前もネタ集めに困ることになるぜ。あれ、次は右だ。まったく。他に頼む奴がいるだろう。いつものあいつはどうしたんだよ。ほんと、仲がいいこと。さあ、次は靴を買いたいの。行きましょう、エンゾ。いけない、エンゾのこと忘れてたわ。どうりで姿を見ないと思ったら。どこに置いてきたんだ。確か飛行機で道案内させて、その後。冗談でしょ。どうなってやがるんだ。おい、はあ、最悪、2番目にお気に入りのドレスまで。日頃の行いだな、セレッサ。たまにはエンゾにおごってやったらどうだ。無駄口は後にしろ。さっさと片付けるぞ。やっぱり私たちにはこれがお似合いね。新年早々パーティーなんて最高だわ。
Let's dance, boys!